こんにちは。アマゾンスサポーター、堀秀夫ですえ。今日は価格設定のツールの使い方。は、ま、じ、あ、めのうちはライバルより安くないと、まあカートが取れないという状態から始まるわけなんですけど、まあそれがある程度の段階になると、ライバルと同じなら負けずに価格、えー、価格競争で負けず同じ価格ならね、えカートが取れるようになるという状態になります。さらに、ね、えー、進んでくると、 ライバルより高い価格でカートが取れるようになるという状態になるんですけど今日ねスカイプ相談したらその高い価格でカートが取れるようにはツール設定してませんでしたという話を聞いたんでねこの設定してないともったいないんでその設定方法についてお知らせしますこれちょうど日本アマゾンでね価格設定ツールのマニュアルわかりやすいのがあったんでここにリンク貼っときます 日本アマゾンなんで当然ね、このように日本語なんですけど、場所がちょうど一緒です。またね、これでいいのかなと思ったら設定の時にね、確認してください。手動で、まあ、今カート取れたとしたらね、例えばライバルと同じ値段で取ってると言った場合は、まあ、10セントなり、あるいはね、20セント上げて、で、カートがまだ取れてるか、取れてる上限の価格を見極めて、その価格に設定すると。 でこれ、今確認したところですね、今までで確認できた中で、ライバルより2ドル高くてもカート取れてるという状態のアカウントがありました。アカウントというかね、そのアカウントの人がその商品を売ってると、2ドル高くてもカートが取れてると。これは、あの、カートでね、何個販売したか、で、トラブルがないか、で、FBA 在庫はね、ちゃんと回転してるか、まあそういったいろんな要素によって決まりますけど、何しろね、 えー、もうずっと1年以上やってると。で、月にね、えー、100個以上、ね、売ってる商品があると。なのに、その100個以上売ってる商品がね、えー、同じ値段で出しっぱなしっていうのはす,すごくもったいないです。で、逆に100個以上売ってるのにね、えー、同じ値段じゃないとカートが取れないと言った場合はね、どっか他に問題がある場合があるんでチェックした方がいいです。これね、あの見落としがち。 なんで、見落としがちというかね、えー、見落とすというのはちょっと盲点だったんですけど、確かにね、同じ価格でカート取れてるらそれでよしと、えー、なっちゃう場合があるんですけど、まあ、高くてもカート取れるならね、それに越したことはないということなんで、えー、ライバルより高い金額でもカートが取れる場合には、それで価格設定をしてください。またこの設定方法、価格のチェック方法についてはね、えー、ご質問いただければナビしますので、お気軽にご質問ください。 アマゾンシスサポーター堀秀夫でした。